Hello, citizen and my friends in USA. I would like to introduce myself a bit. I am Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, and I am now at age 68 this year in 2016. I studied English in Melbourne University in Australia in 1970 but i haven't used it in my daily life after that for almost more than 40 years since then then i am afraid or scared if i can explain about my ideas properly in english here in this video but i will try or i feel i should do first of all i would like to say that it's easy to get surprised and say it is incredible or unbelievable when we see something or know something which is strange or unusual but a more important thing is to unify this fact and then to weave up some sort of theories out of this fact i mean otherwise we would get lost in the labyrinth of mysteries and repeat the same mistakes all the time again and again anyway i will show you USA in NASCAR in this video, and I think I have to explain about my Hiroshi Hayashi's line theory before I talk about USA in NASCAR. Through this video, you may know that this word has been calculated by aliens whom you may call gods, and we, human race, have got another version of history which has been hidden secret behind. It is another version of history which has been warped since the beginning days of human history. Hiroshi Hayashi's Line Theory from Easter Island to Giza Plateau, Egypt. 今、林博のライン理論の簡単な説明をしました。でもう一度、この地球の上でですね、ライン理論を皆さんに紹介します。この緑の線はですね、イースター島とギザーのピラミッドナンバー2をつないだ線です。そして途中にナスカ、進捗線下にナスカがあります。そしてこの赤い線が赤道です。で、2本の線が交わり、ここにクロスポイントができます。 こちらをウエストポールと私は呼んでいます。基準点中の基準点です。で、間の角度は60.00になるわけですね。赤道に対しては30.00になります。で、今、右の方にウエストポールを移動させました。で、ウエストポールからティオティワカンに線を引きます。で、テオティワカンですね。で、この、このラインに対して90度で北に向かいますと、 モヘンジュダロに向かいますそして60度で向かいますとギザのピラミッドに向かいます、まあ、このような位置関係にあるということですねでこれは偶然によるものなのかそれとも人工的にアレンジされたものなのかということになりますでやや暮れが生じますけども90度で下に向かいますとイースター島へとつながっていきますでこのティオティワカンを調べてみます で、上からですね、モヘンジョダロからの線を引いてみました。で、このモヘンジョダロの塔からの線は、進捗線にテオティワ間の参道を貫きます。なあち、参道は、まっすぐとモヘンジョダロを向いているということですねえ。この参道のことを死者の踊りといい、かつモヘンジョダロの意味はですね、死の丘という意味です。関係があるのかないのか。で、中心に今、ギザを持ってきました。中心にギザがありますね。そして、緑の線がギザとインタート。 あるいはナスカをつないだ線です。で、この赤い線はティオティワカン、そしてモヘンジョダロとティオティワカンをつないだ線が黄色の線です。まあ、こういう位置関係にあるということですね。で、モヘンジョダロとティオティワカンをつないだ線とギザの作る角度が正確に、これは本当にシャープに出てきますよ。60.000 00という角度で出てきます。そしてギザのピラミッドのナンバー1とナンバー2の頂点をつないで、線でつないでいます。 その線に対して、ティオティアカン、もしくはポポカティペティ山の方が正確に出てきますけども、ややずれが出るんですけどもね、正確に90度。なち第1、第3のピラミッドは頂点を通して、ティオティアカン、もしくはポポカティ山の方を向いているということです。ポポカティペティ山のふもとにティオティアカンがあります。で、ポポカティペティからナスカの十字架、グランドクロスの縦線と重なります。 そして右の方へ行けばもう変状だろう。角度は90度、45度という角度になって現れてきます。まあ、これを偶然というか、あるいは人工的というかは皆さんの判断にお任せします。で、USA ナ n カ a s c a の話をしたいと思いますけれども、まず皆さんにいくつかの点を紹介します。ブラウス、インタグリオスです。ここには奇妙な地上絵があります。NASCA の平原と同じ方式で書かれています。 硬い岩盤の上に小石を敷き詰め、上からパーッと引っ掛けて、こうしたラインを作ったものと林宏は判断しています。これがブライス・インタグリオスの人間ですね。そしてもう一つ、ここにカフキアマンドがあります。このカフキアマンドは、日本の大占領及び前方後衛墳と同じ天文観測所であったと林宏は判断しています。また、そういう視点で証明いたしました。 でここにはそれほどそういったものが残ってないんですね。ただマウントだけですけども、コンセプトは前方後円と同じという意味です。そしてここにサーペントマウントがあります。なぜサーペントマウントが重要,か重要かということは、この後につなげて説明いたします。ここにヘビの模様があるわけですね。頭と卵に注意していただきたいと思います。尻尾のところにくるくると巻いたら線形があり、それから頭の間には卵があります。そして、 その先にワシントン DC があるということですね。もう一つこのラインを見ていただきたいと思います。えー、ブライスインタブリュスとサーペントマウント、それから中央に、えー、カウキャマウントがありますが、真一直線です。えー、カウキャマウントのエラーは、まあ、ほ,ほとんどないということすが、ゼルと早印は見ています。そしてその先にワシントン DC がありますが、ワシントン DC のやや北部を横に入れます。で、まあ、このサーペントマウントから60度で、えー、東、やごめんなさい、西に向かいますと、このラインが、あ いわゆる大占領に向かうということですね。ややエラーが出ます。出ますか。はい。で、この黄色い線が比叡山を通って、清水寺を通って、そして大占領を新直線に2つに割ります。中部深くご覧ください。 なおち、大線量はサーペントマウンドを向いているということですね。なぜサーペントマウンドかということはこれから説明いたします。極めて重要な、まあ、あのランドマークということ、いわゆる道路標識ということになるわけです。で、この角度がですね、えー、北極に対して30度、正確に30.0です。という角度であのサーペントマウンドを向いているということですね。で、ナスカの USA について話をつなげたいと思います。 で、今、繰り返しになりますけれども、ナスカの USA。で、ナスカにはそれぞれの直線が集まっているということですね。まあ、関連性のあるあの、いわゆる古代遺跡というのはナスカで同じプラットフォーム、もしくは同じ場所から出発しています。まあ、これもその中の一例ということになります。そうした例を、まあ、皆さんにも既に、えー、2桁以上は皆さんに紹介していると思います。 で、今、ブラシントグリウスからですね、北に0.000 00度行きますと、ここにバリオファイアがあります。燃える、大地のように真っ赤な大地という意味です。そして、右の方にカフェケアサーペント、そしてワシントン DCA とつながっていきます。 で、ワシントン DC はですね、場所が先に決まってたということですね。何らかの遺跡があったと思われますけども、現代は大都会になっていますから消えています。そしてサーペントマウンドから60度で引いていきますと、大線量をこのように2つに割ります。なじっくり返しになりますけども、大線量はサーペントマウンドを向いてい、左行きますと、クロスポイント・チャイナですね、アジアの基準点。そして右下行きますと、ロアペク山となります。このロアペク山はですね、坂船石の、まあ、 のところにも描かれていますその証明もいたしました。で、これはナスカラインをチャートにしたものですけども、あまあ、もう一回繰り返してみますと、左の下がですね、これがプライスインタグリオスで上に行きますと、バリオファイアですね、真っ赤な大地です。サラディコイパーサーと同じです。まさに赤い乾燥した大地ということになります。まあ、まさにこういった場所を好む。 エイリアンがいいたととうこですねそしてカウキアマウンド、そして右の方にサーペントマウンド。やや離れますけども、離れたと言いますかあの、ワシントン州の北部を通るんですけどもね、えー、右がワシントン DC で、そしてサーペントマウンドから60度で引いてきた線がー大仙量マウンドということになります。そして大仙量は正確にサーペントマウンドの方向を向いています。そしてそれぞれの場所からですね、ナスカに線を引いています。まずプライセンキューを板繰りをですね。それから バリ,オファイアバリオファイアとサラディ・コイパーサですねは同じ、まあ、環境と言いますかね同じような環境のことは以前に証明いたしました。でカフェキアマンド、サーペントマンド、ワシントン DC そして大仙陵からナスカに線を引いています。そうしますとこれらの6つの箇所は1箇所に集まります。まあ、ここは林浦市のナスカ理論ですね。 で、すなわち、ナスカの滑走路はですね、こうしてそれぞれの関連性のある遺跡を示している、逆に言いますと、こうしたラインを丁寧に調べることによって、どういった関連性があるかということは逆にわかるわけです。で、ここにありますが、これがプライズから引いてきたぜ。その同じハップ滑走路の右側は、バレオファイアです。すなわち、この滑走路は両方を示しているということですね。ここにあるのがカウキアマウンドです。 中部からご覧くださいよそしてここにあるのがサーペントマウントです。ちょうどあの、イングシュのところにあのクルくるくると蛇の模様が後でまあで紹介します。がであります。そしてこれがワシントン時そしてもちろん大占領もあります。そしてこれは特にあの中央の3本の線はですね、等間隔に並んでいることに注意してください。で、 ややワシントン DC が離れますが、で、まあ、井戸系統ここに示してきますが、これはブライス、右の方からブライス、それかバリオファイア、大戦領カウキア、サーペント、ワシントン DC と並びます。で、結論ということになりますけれども、このようにですね、えー、ラインあ理論及びナスカリ論を使うと、古代の文明の謎が解けていくということです。まあ、 こういった、もう一回繰り返しになりますけれども、こうした6箇所からですね、ナスカの線を引きますと、同じ場所に集まるイコール、まあ、林博士のナスカリ論によって、古代文明の関連性がこうして詰、まあ、められていくということですね。そして、カオフキアマウンドと大泉漁マウンドは関係があるとなじ、ち、古代の天文観測所であったという林博士の施設とつながっていきます。 まあアメリカではね、あのカウキアマウントはお墓でないことは本当に安心しました。まあ、世界の、ね、高校学生の先生とは何でもね、墓、墓、墓と言いたがるんですね。わからないものがあると、かはか。もう聞き飽きましたね。それからもう一度あの繰り返しますと、プライス・インタグリオス、カウキア、サーペントマウントの話ですけども、まずこのあ大占領マウントですね。えー、その、まあ、大占領マウントの、まあ、左の線は、あのこれはあの 後であとで、一番待つ瓶ですね、えー、ライン理論を、まあ、簡単に説明しておきますけれども、えー、クロスポインド・チャイナへ行く向かう線です。正確に270.000で、左の、えー、側の西の方ですね、クロスポイントチャイナとつないでます。そして右下の方が、マウント・ラフ・ェフです。ニュージーランド最大級の最も美しい火山ですね。そして左 右上行きますとサペットマウントということになります。その間のことは正確に120.0。ややエラーはありますけども、まあ、あの 1, 度の1度以下の、いますか0.5度前後以下のエラーの場合は私は00と計算しています。何しろ地球規模のことですからね。で、120.0ということになります。で、こういう位置関係にあるということですね。で、さらに話をつなげていきます。 で大占領とは何かということですけども、やはりこう太平洋を挟んだいわゆる、まあ、西側の基準点ということになるわけです。でまあ、同時にです、ね、天文観測所として機能していたという証明もすでに林浩がいたしました。でこれが大占領マウンドですねで。ただそれだけではなくて、それから世界のいわゆる、まあ、基準点の 中の基準点になっているということですねで、ライン理論でもう一度簡単に説明しておきます、えー、ここに今大線量がありますそしてルアペフさんですね、えー トガリオザンってうんですね、原地の言葉でね、えー、私はロアペフザンって覚えたんですけど、アンコールワットと、それからイースターとないます。このアンコールワット、イースターとないますと、ギザイと向かいますけど、アンコールワットじゃなくてプレイアップヒアーでもいいかもしれません、まあ。エラーはほとんどありません。で、途中にキナバルになって、その間の角度は120度で、えー、右上、東の方に登っていきますと、このラインがプライス、それからサーペントマウント、カオキアイとつながっていきます。そしてその先にワシントン DC があるということですね、何かしら大きな関係があるように思われます。ワシントン DC 先ほど言いましたように場所が 先に決まっていいたと,いうことになりますで、この緑の線に注意してください。このラインは今、ブライスのインターグリスの上を通って、それからカホケアを通って、それからサーペントマウンドへとつながっていきます。で、これはサーペントマウンドも、それからあのブライスのインターグリスも道路標識です。これも林広施設ですよ。 で、ワシントン DC というのは、その証明もこれからちょっと簡単に説明しています。で、60.0、60.62ですけどもねあの、西に向かいますと、これが大戦領に向かいます。まあ、要するに、正20メー,ター20メーター地図の上ではですね、60、120という数字が頻繁に出てくるということです。まあ、エイリアンの使っている、いわゆる神々の使っている地球儀というのは、60度、120を中心とした正20メーター地図を使っていたということです。 ま人間には使いこなせないと思います。で、この大線量マウンドですけども、これは比叡山、清水寺を通って大線量をやっていきます。そして大占領は2つにあるということですね。なあち、比叡山はそうした基準点であり、清水寺は、まあ、はっきり言えば UFO の発着台であったということになります。で、ここが、まあ,あ、大線量ですね。これが、まあ、ブローンさん横線が、これがサーペットマウンドから引いてきた線です。 となります、皆さん、こう思われるでしょう。なぜサーペントマウンドなのかということになりますよね。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。いわゆるまあエイリアンの中心地であったということになります。その理由はですね、後で説明します。でナスカー理論でもう一度説明します。先ほどの繰り返しになりますけども、まあ、何度もこうして精査してみているわけですね。このラインがですね、大船量から引いてきた線です。そして、このラインがカフキアマウンドから引いてきた線です。大船量、カフキアはですね、このように関係しているということです。

バリオファイアは右の方にあります。で、この特に、ね、大占領、顔引きや、それからサーペントマウントがですね、等間隔に並んでいるところに注意してください。これらの線を正確にこの滑走路と重ねてますから、皆さんも自分で線を引いて確かめられると良いかと思います。ここに糸形状を示しておきます。そしてこのように、まあ、並んでいます。そしてですね、サーペントマウントからのラインの入り口を見てください。ここにくるくるくると巻いてますね。これはあの本によればですね、学者たちの意見によれば、螺旋模様とかスパイラルと書いてありますけど、これスパイラルの中じゃないんですよ。ヘビなんですよ。頭があるでしょ。 ちゃんと。ねえ。ということは、これ、ヘビなんですよ。ということは、えー、いわゆるまあサーペットマウンド行くラインの上に、これは、この線行くと、サーペットマウンド行きますよということを示しているわけです。サーペットマウンドは、それだけ重要なんですね。何かがありますね。あの、下には。はい。ということで、まあ、いろいろとこう、まあ、楽しい空想力が膨らんでいきます。まあ、これも大占領マウンドですけども、これも、まあ、あの今のように、極めて重要な拠点です。二重枠で囲まれています。 まああの小さなのに地上絵もそうですけども、重要な絵には20枠を多くて、このようにエイリアンは囲みました。で、これが、角度を今計算しているところですけども、ほぼ120.0。正確に言えば110.29ですけどもね、そういったエラーはありますしかし120と早印は判断しています。この270.00は正確に出てきますよ。プレアフィヘルト、まあいいです。これで120.00という数字が出てきます。 で、サーペントマウンドは何かということですね。実はこのサーペントマウンドは極めて重要な道路標識であったということです。じゃあ、これはどうして道路標識かということなんですよね。それはこれから今、順に説明しますが、これはですね、基準点をうまくそのカムフォラージュしているか、点だけでわかりませんのでね、こうした蛇の形をして基準点を示したというふうに、林博士は判断し、その謎も解けました。で、サーペントマウンドの謎をこれから皆さんに話します。もちろん、場合、林博士ですよ。 まあどこかでね、同じような意見を見られましたら、林宏のパクリだと考えてその方の方の、その方の方を疑ってください。その方の発表日付を、と私の発表日付を比べていただければ分かると思います。もうこのサーペントマウンドあ標識説は、もう私が発表して3年近くなります。2年以上になります。まあ、ここが基準点。右下がブルーのところが基準点です。そして、ぐにゃっぐにゃっと曲がってるコーナーがありますね。これが基準点なんですよ。今これから見せしますけど、その点が重要だということです。 ちょうどぐにゃくにゃっと曲がったその山のところですね、山の頂点のところが基準点だということです。あと、あまあ、あの地球はですねあの、2つこの点がないと全世界は網羅できませんから、もう1つは卵の中心ということになります。で、ナスカから線を引いてみます。 ナスカからサーペットマウントに引いています。この黄色い線がナスカから引いてきた線ですけども、このくるくるっと回ったところ、上の目の,目のところを見てくださいね。きれいに重なりますね。ただし、このサーペットマウントは明らかにナス,ナスカを意識しつつ使れたということです。次にティオティワカンから線を引いています。このやはりグニャグニャと回ったところと左下がそうですね。そしてコーナーのところと重なりますね。このようにして、このライン、点と点をつなぐとあーティオティワカンがいきますよということを示しているわけです。そして北極ですね。 北極はですね、この場所からも分かりますから、特にというわけではありませんけども、この目のところと、それからくるくると巻いた基準点とつながるとそうです。それからギザのエジプトもあります。ギザのエジプトもですね、このくるくると曲がったところと、ここで,ですね、このやっぱりぐにゃっと曲がったコーナーと重なっているところに注意してください。まあ、こうして、まあ、2点を通ることによってですね、そして場所を示したということです。無限調理も当然あります。 モヘンジョドラはです、ね、3点取りましたけど、左の2点でいいですね。一番右の点はこれは私はあの間違えて打ってしまいました。ですから、この左の2点でモヘンジョドラを示しているといことで。マルバスはですねあの 本校は分かりませんでした。ですから、一般、普通はですね、私こういう調べてて、マガオは必ず出てくるんですけど、どうやらサーペットマウントに関しては、マガオはありませんでした。で、カラクルム、ヘビの王国ですね。歴代の王の名前は、みんなサーペントという名前が付いています。スクロールサーペントとか、ね、いろんな名前が付いています。キングサーペントとか。まあ、ヘビの王国です。やはりこ、やはり、あるということですね。山のところにあるということです。でイースター島もあります。 で、イースター島もありますから、中部からご覧くださいね。このぐるぐると回ったところと、これはですね、手前のちょっと点の間違えたんですけど、もう一歩、もう一つ山の下の方ですね。今は一番上は間違ってます。で今、下の方で合ってますね。今、この点で合ってます。 で、二点でイースタート。今イースタートマンチ表に書きましたね。このイースタートのところが正しい点です。やはりコーナーの角の、山の角のところにあることに注意してください。ならし、こういう形でサーペットマウンドは位置を示した。しかし、これでは地球の半球体ブ部分しか表現できませんので、もう一つ左上に基準点がありますが、卵の中心点です。で、これがあの、 インディアンヘッドロックから引いてきた線ですけども、同じようにありますから、プレアフィヒアはですね、あるもないものは基準点中の基準点ですけども、一応引いていましたで。ないとは言いませんけども、まあ、このようにあるということですね。ちょうど卵と通しからくるくると曲がったところの角にあります。頭の部分ですね。ですからやっぱり大事,大事だということは、もちろん大線量もありますよ。大線量マウントから線を引いています。ターベットマウントで引いていますね。そうしますと、綺麗にありますから、ご注意ください。注意してみてくださいあの。これはそうですね。それからこの場合は、卵の方が基準点になっているということです。 まあこうすることの世界。まあ 半球前、まあ、で全,全,全地球を網羅できるということです。まあ、これはちょっと怪しいんですけどもね、花粉機はもうちょっと無理に調べてみたんですけどこれは正しくないと思います。まあ、これから先ね、いろんな研究が進んでいくと思いますけども、まあ、私、林浦市の説によればですね、これは道路標識、あるいはその方向を示す重要な絵であエリアだったということになるた,ただ、点だけでわ分かりませんからね、これはあの蛇を模してですね、ぐにゃぐにゃぐにゃっと書くことによって、2番目の山と背からぐるぐる回ると、とことこくんだぞということを、まあ、エリアがしたと 思いますね、私は、ね、神々という呼ぶエイリアンです。今その点に点をつけてみました。このグニャグニャと曲がった山のところが一つの点である。そしてその点と右下のブルーの点をつなぐと方向を示すということですね。同じ方式で書かれているのはプライズのインターゴル様子です。これはあのー、サン・アパスの巨人も同じ方式で書かれています。それからサ、あ、ン、のー・サンサの代色体ですね。それもあとで説明しますで。これがですね、こういった関節のところをグニャグニャと曲がっている。 点がこの基準点なんですね。そして2点をつなぐことによって方向を示しているということです。まあトップバッターはティオティワカンです。右の方からティオティワカンから線を引いていました。そしてこの2点がですね、ティオティワカンの方向を正確に示しています。メサベルでですね、えー、あのインドの、まあ、洞窟人とも大変コンセプトに似ている洞窟です。そして北極です。そしてモヘンジョダローもあります。まあ、このように、まあ、つながっているということですね。まあほぼこのですね、えー 巨人はですね、小極並びにモヘンジャロを向いていいてるということになります。このようにですね、リエンにこれギザですね、あの向かって左側の腕ですね、上腕があのギザを示しているということです。これサンアパスの巨人の棍棒がそうですね。まあ、要するに、手からナスカの宇宙飛行士もそちらの方向を示しています。というように、まあ、あの重要な方向を示しているということですね。場合、林博史ですよ。 繰り返しになりますが、どこかで同じようなもうすでに発表なさっている人はいらっしゃいますけども、それを、そちらの方がパクったんですから、あの、どうかご注意くださいね。林漆がパクったなんて思わないでくださいね。本当にこの世界はね、早いですから。で、ギザー、それから、あこちらが、あ、 ナスカそれからイサー,ーアイランドと行きま赤道を横に行ったところに、えー、ウェストポールがあります。ウェストポール、イースポール。それが極めて重要なポイントですね。右30度で行きますと、えー、エブベリーと行きます。まあ、そういった関係もこのウェストポールを中心として出来上がっています。そして左の方行きますと、ティオティワーカンですね。でトゥーティオティワーカンから90度で上がりますと、モヘンジュードローそれから60度で上げますと、ギザーとつながっていきます。この辺りの数字は極めて正確に出てきますから、明らかに言てますか、これ偶然とはもう言えないですね。 それから、まあ、あのっすぐ下90度行きますと、イースター島へと行きます。どういうこというか、イースター島とその辺ラを繋なぎますと、やや境地は感じずれるんですね。まあイースター島でちょっと、まあ初めにエラーを、エラーと言いますか、作り間違えたんじゃないのかと、廃止領者は考えています。そして、これが、ギザ・ナスカ、それからイースター島をつないだ線と、それから赤道を攻撃して、その間の角度は60.00になるわけです。そして、まあ その小さい角度は30.00になるわけですね。そしてテルジワティオアオティオティワカンへと向かって上がっていきます。繰り返しになりますが、90度でモヘンジオアル、60度でギザとなります。こういう位置関係にあるということですね。そしてモヘンジオアルからティオティワカモヘンジオアルからギザへは正確に60.00の角度になるということですね。で、ウェイストポール。 それからギザー、それからモヘンジョラル、これも真に直線並ぶんですけどもね。ですからあの、ウェストポー、いわゆるマナスカの反極点はプレハブ、プレアフィギュアですけども、イースターとの反極点はモヘンジョラ、ややずれてますけどもね、地球が楕円球体のせいであることも一つの理由に考えられます。で、先ほど言いましたように、テオテバカヌサンドは正確に、えー、モヘンジョラルを見ています。 太陽の西物、あるいは日の出の方向を示すためだけのためにね、あれほど巨大な建造物は建てませんね。それから、頂点と頂点、第1、第3の頂点をつなぎまして、その90度で行きますと、ティオテアカン、もしくはポポカティ・ピティザンに行きます。ポポカティ・ピティザンでつなぎますと、90.000となるんですよ。ティオテアカンでほんのわずかでエラーが出ますので、反対側135度に向かいますと、もう炎上だろうという位置関係にあります。 まあこれライン理論を簡単にこの部分のですよ、ギザーを中心としたライン理論を今皆さんに説明しているところです。こうしたその基準点がですね、えー、そうですね地球上に3、4箇所ありますね。 まあ基準点の基準点ということになっているわけです。そして、ティオティワカンの賛同は正確に、えー、モヘンジョドラを向いています。逆にモヘンジョドラの塔からね、ティオティワカンに線を引いてみられますと、私の言っていることは正し,正しいということを皆さんにも分かっていただけると思います。で、ティオティワカンの賛同のことを死者の踊り言いますし、モヘンジョドラは死の丘という意味です。これは偶然ではありませんね。でモヘンジョドラは核攻撃を受けて滅んでいるということです。要するに、冒頭で英語で言いましたように、こうした事実を見てですね、不思議だ、謎だと言ってるんじゃなくて、その向こうから いわ,まあ、いわゆるユニファイト統合された事実を引き上げてですね、そしてそれを理論化していくということです。でないといつまでたってもでね、不思議だ、謎だ、不思議だ、謎だと言っただけを繰り返して、そして永遠の、なんて言いますか、迷論の中で、ウォーサーをしているだけということになります。 まあそうした、ね、方法で、まあ、あちこち下がれてますけどもね、不思議だー、謎だ、そんな話はもう聞き上げましたからね、まあ、これがイーストポールの、えー、説明をしているところです。一応桜島にありますけど、高潮の目をとってもややずれるんですね。これはあの、あのね、反極点でもないんですね、ウエストポールと、あるイーストポールはですね、ややずれるのはどういうわけか分かりません。で、私は北半球と南半球、ややずれた点で、3つのるイーストポールを使っています。 まあそれぞれね、あのやや連れてくるわけです。まあ、地球がこれは大円球体であるということだけではちょっと説明がつかないんですけどもね、でも、編集0度から60度で上がって,きて北の方に向かいますと、TOT ワそれから45.44.66度行きますと、TOT ワカンという関係にあります。ギザのピラミッドからね。 まあこうした位置関係になるということですですからまあこうしたことをですね偶然だ偶然だっていうのも簡単だけれどもそれだけでは片付けられない、まあ、こうした事実が浮かび上がってきているということですすなわちこのようにですね世界はですねまあ、エイデンたちの設計図によって線線を引かれてですねこうして出来上がってきたということになりますこれが林寺のライン理論ですねまあ、ライン理論ということはそれを使ってですね古代の謎を解くからライン理論というんですよただこのような関係になるからライン理論というんじゃないんですよ、えー、はい で、左がモヘンジョロ、ンがイーサ島です。で、この大地というところも非常に怪しいわけ特にモーリア島ですね。私は人口増生島と判断しています。そしてその直線上に、えー、ガムがあり、それからルンビンがあるんですね。それからあの、南マドール、ポンペイ島のナンマドールがありますね。その間の角度60度でいきますと、ハワイからギザイへと向かいます。それから反対の60度でいきますと、まっすぐとティオティワカンへと向かいます。間の角度は60、60、60となります。 もうこれも偶然とは言えませんね。ねティオティワカンってのは人だけ、ごめんなさモリア島は重要だということですあの。オーストラリアの、ね、ウルル、いろんやエアーズロックもティオティワカンの方向を見てますし、それからあの、形状要だウルル、マウントコナーズも線をつなぎますとマウント、モリア島に向かいます。それから、イースター島カーバー,、あのー。イースター島っでてで、ねあのー、ルンビンにつなぎますと、正確にカーバーの上を通ります。エラーは10メートル以内です。10メートルですよ。では、皆さん。 また、よろしくお願いします。では、bye for now!